IAM ロボットプラドとは、カナダトロント生まれ、在住の中国系カナダ人であるショーハン・リームによるソロプロジェクトである。エレクトロニカを中心に楽曲を作成し、2008年現在、アルバムを5枚発売している。リームはトロント王立音楽院で、クラシックピアノを10年間学んでいたが、1990年代半ば、コンピュータでの作曲による電子音楽に転校した。 IAM ロボットプラウドという言葉は、リームが高校在学時に手塚治虫鉄腕アトムから着想を得てつけたもので、2000年からプロジェクトの名前として使用している。そして2001年にイングランドのカットマビールレコーズからザ・キャッチをリリースしてデビューした。IAM ロボットプラウドの楽曲は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークマンハッタン区にある、 ニューヨーク近代美術館制作の短編映画のサウンドトラックにも使われたり、アメリカ合衆国入りのイシューシカゴにあるシカゴ文化センターでのビデオ作品とのコラボレーションでライブを催した。ありがとうございます。